暗い毒殺は、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル生まれの日系人、俳優。ハワイのホノルル生まれ。高校卒業後は本土へ移り、ノースウェスタン大学に在学して演劇を専攻する。大学を卒業後は、テレビや舞台などに出始める。もっぱら脇役が主だが、デビューから現在に至るまでの出演したテレビ、映画の数は200本以上に上る。 演じる役柄としては主に裁判所の判事や医師、ビジネスマンに、刑事や牧師、教師など知的で、中流階級的なものが多い。テレビシリーズにも数多く出演していて、中には、レギュラー出演もいくつかあり、韓国系アメリカ人コメディアンのマーガレット長が主演した、アメリカ初のアジア系アメリカ人の家庭を描く、シチュエーションコメディー、オール、アメリカンガールでは、 一家の大黒柱を公演。二千十三年には、キアヌ・リーブスが中心蔵を題材にした、時代劇への主演で話題になった、四47路人へも、役人役で出演しており、5号戦隊冒険ジャーなどの日本人俳優の出会い、まさゆきや菊池林子らとも共演した。また、同年、俳優組合のロサンゼルスシブサグアフトラ、エスロサンゼルスローカルのメンバー選挙の結果、 多数の得票を経て会長へ就任した。現在はゲールという名の女性と結婚しており、ケビンとアンドリューという息子が二人いる。往年の喜劇俳優であるチャーリー・チャップリンの秘書であった日本人の高野寅氏には造形と興味が深く、2006年に女優の黒柳哲子が名誉会長を務める日本チャップリン協会主催のチャップリンと日本を議論する。 国際会議のために来日して、京都や奈良で講演を行っている。そして、高野虎市プロジェクトと称された試みの一環として、チャップリン研究者の第一人者である、大野博之監修のもと、高野虎市を探してと題された短編ドキュメンタリーの監督も務めている。また、高野虎市についての研究の第一人者として、NHK で制作されたドキュメンタリーにおいて、 レポーターの中村指導によるインタビューや TBS 系のクイズ番組日立世界不思議発見などでもインタビューを受けている。ありがとうございます。